猫。ありがとう。こんにちは。またね。
白髪のお嬢ちゃん、お前さんここに何しに来たんだい？私、楽譜を探しに来たの。楽譜ね、この近くはもう雨は降らないだろう。安心して探してくれ。ありがとうございます。そうだ、一つ忠告しておいてやる。魔法使いがいずれ戻ってきてみんなを助けてくれるだなんて話、二度とするんじゃねえぞ。どうして？魔法使いさんは私を助けてくれたのに。あんたがそう思ってるだけだろ。俺たちからしてみりゃ、お前さんは突然駅に現れた得体の知れない白髪の小娘に過ぎん。私は確かに暗闇の中であの人の演奏する曲を聞いたの。あんたの話を聞いてる暇はないんだ。じゃあな。よう。ねえ。うわ。
أحبك موت.